こに伝説のお色が。コト、あそこに人が。ちょっと、そこのあんた、あたいの色を取ったんじゃないでしょうね。ん？んじゃないわさ。シカトスじゃないぽ。そうだそうだ。なんだと？貴様こそ、私のお色を横取りしに来たな。このおかっぱ娘が。なんですって？伝説のお色は、あたいのものだぽ。胴回りがちょっと硬くないですか、はあ、あの子の強化の方が素敵です。エメラルド女王様の女王様よ。ドロドロー。女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか。そうよ、一言で言うと女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか。女王様は大がかりな心の神様、例えるなら、庭の水たまりよりも広く、子供用プールは深い、という感じ。女王様は、どうしていつも笑ってばかりいるのですか。そうね、一言で言うと、バカなのです。最近、無理のしすぎでお風呂が荒れてきたわ。ちょっとエステにでも行こうかしら。いいですね、私も行きたいです。こしゃくな。どうしてコットンお姉さんは会うたびに手が縮んでいくのですか。縮むのですね。わざわざですね。お肌の張りがなくて下がりなのです。旅に出ます。失踪します。行くぽーん。大体なんで私がこんなことしなきゃいけないの。相方から助けてもらったのは感謝してるけど、こんなにこき使われなきゃいけないの。この旅の間に少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。それは大事。このまま行けばみんなのようにピレピレできるわ。服が泥だらけだろ。キラキラあなたは水上裁縫で新しい服を。エメラルド！血がないじゃない。ジュインクルミスト着替えでも持ってくればよかった。服がドロドロだろ。みんなジュインクルミスト水上裁縫で新しい服を。血がないじゃない。エメラルド！こんなことなら着替えでも持ってくればよかった。なんでこんなことやってるのかな。おとなしく一緒で古文書でも読んでればよかった。なんでこんなことやってるのかな。エメラルド！おとなしく後ろで古文書に読んでればよかった。おなしくないエメラルド！ジュインクルミスト旅に出ます。エメラルド！ジュインクルミストですって。私の目の黒い位置は何一匹気がしませんよ。エジプト！おとなしく後ろで古文書に。このところお裁縫してないわ。新しい服も作りたいし。作るのですね。縫製するのですね。時に仕事を任せます。家を出ます。これが片付くまでは何があっても眠らせないわよ。この旅の間に少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。放課後様毎日に過ごしているのに。そんなのように何もならないわ。やっぱり美味しいものを食べて栄養つけないとね。なんかむしゃくしゃするわね。暴れるのですね。
このところお財布を捨てないな。新しい服も作りたいし。縫うのですね。縫製するのですね。超コンパイ急速必須温泉入浴気分のシャワー。トワレット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 シャワー。最近、女王様って遠回りがちょっと強くないですか。昔はひどかったな。体がはちきれんだけど爪の実を食べさせられたり。なんか私この旅に出てからどんどん進んでいるような気がするわ。お姉さん、ローソンパイ究極必須温泉入浴気分爽快。飛んでくわよ。エメラルド自分するミスト。必須温泉入浴気分爽快。エメラルドキラキラ。ここはガッツエメラルド。痛いけどトゥインクルミスト。ホットの妹魔物を退治できないし。エメラルド倒すのですね。トゥインクルミスト取るのですね。そうよ。そして安らぎを取り戻すのよ。自由のみよ。カリマ。そうですね。勝利するのですね。そうすれば自由のみよ。カリマ。飛んでくわよ。ああ、なんでこんなことやってるのかな。おとなしくお城で古文書でも読んでればよかった。自分のためにしか使わないだけならまだいいけど。人を盾にしたり、ガルマにしたり、温泉入浴気分爽快。トワレットシャワー。言えばホットの友達だっていいんじゃない。シャワーおかっぱ頭なんてね。絶対のです。トワレットシャワー。自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、人を盾にしたり、ガルマにしたり、もう過酷な毎日を過ごしていると若さだけではどうにもならないわね。やっぱり美味しいものを食べて栄養つけないね。そういえば最近お絵かきしてないのね。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょ。休息必須温泉入浴気分爽快。この旅の間に少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。それは体重。このまま行けばみんなのようにくびれができるわ。たまには温泉でも行ってのんびりしたいわ。温泉ですね。あるのですね。このところお財布してないな。新しい服も作りたいし。縫うのですね。縫製するのですね。この旅に出てからどんどん進んでいるような気がするわ。お姉ちゃんたちにもいろいろひどいことを言っちゃったし。おかしいよ。
人ともよくやってくれました。あなたたちのおかげでヨークの国は救われ、伝説のウイローも無事でした。女王様、そのウイローどこにあるのよ。え、どこ、あっち、どこ、ここ、一体どこにあるのよ。ここです。ウイロー、ほら、このように無事です。伝説のウイローとは、各種ウイローの作り方の秘伝を記した貴重な石板なのです。せたのかな。